はい、どうも、ヤソと申します。よろしくお願いいたします。さて、本日はですね、ガウスというフレームのビルドをご紹介していこうかなと思っておりまして、今回はなんとなんとなんと範囲殲滅型のビルドとなっております。今まで結構ガウスの動画上げてたけど、一回も紹介したことなかった。さて、今回のビルドでどのように敵を殲滅していくのかというとですね、こちらのアビリティ3番をメインで使っていくことになります。さらにアビリティ構成を見ていただけたら分かる通り、今回はヘルミンスを一切使わない形となっておりまして、でメインはあくまでも3番のアビリティなんですけれども、4番そして2番さらに1番という形で全部のアビリティを使っていくことになります。4番と2番のアビリティはバフ型のアビリティなので、基本的に絶やさず使っていくことになります。さらに1番のアビリティは移動系としてかなり優秀なアビリティなので、要所要所使っていくことになります。で敵がいたら3番を使って敵を殲滅していくという構成になってるんですけれども、では次3番のアビリティの性質についてご説明していこうかなと思います。ここね、理解することによってビルドの組み方っていうのが全然変わってくるっていうポイントになります。で3番のアビリティはね、基本的に移動しながらこういう風に発動していけるよと。で発動するとちょっとエフェクト見づらいんだけど、こういうなんかようわからんフィールドを展開すると、円形状のといったアビリティでして、ただし単押しと長押しによってまた変わってくると。単押しの場合は霊気の状態以上付与できるフィールドを展開することができます。状態異常数としては1個だけですね。でただしこのフィールド、途中から敵が入ってきた場合は状態異常を付与することができないと、つまり発動時にフィールドの中にいないと状態異常は付与できないので注意してください。長押しの場合は火炎の状態異常を付与できるフィールドを展開することができます。先ほどの霊気と同じように途中からはかからないと。ただし霊気の場合と違う点としては、2連続使うことによって先ほどの2倍のダメージを与えることができます。ガウスのパッシブのゲージ変動についてなんですけれども、右下の専用 UI のところですね。基本的にいろんな要素で上がったり下がったりします。1番使えば上がり、2番で敵のダメージを受けたら下がったりだとか、さらに3番もそちらの影響を受けてしまいます。火炎の長押しの場合だったら 10% 減ります、発動するたびに。このようにで霊気の場合だと 10% 増えますよということになっておりまして、でこのゲージ量によって3番の威力が変わってきます。ゲージが多ければ多いほど火力が上がり、少なければ少ないほど下がるということになります。この表記を確認していただけたら分かりやすいと思うんですが、例えば霊気ダメージがアビリティ威力 100% の場合だと、最低値が150、最大値が750となります。つまり最低値、0% ということですね。ゲージが一切ない状態で150しかダメージ与えられませんよと。ただし 100% の場合だったら、750、つまりレッドラインの一番上のところまでですね、そちらまで貯めることによって750のダメージが入ります。さらに状態異常の持続時間というところも、効果時間が 100% の場合だと4秒から8秒、つまり最低値ゲージがないときは4秒しか状態異常付与できないよと。ただしマックスまで貯めることによって8秒維持できるよというものになります。もう一つだけね、この3番に重要な性質がありまして、ちょっと実演してみます。まずは霊気の3番タウン氏の方ですね、こちらを展開した後の火炎を展開するとどうなるかっていうと、このように爆発の状態異常が付与されていると思うんですが、まあ、要するに複合されましたよみたいなイメージですかね。でこの爆発っていう時がすっごく威力でかくて、数倍まで一気に跳ね上がりますね。火力としては必ず今回のように3番って爆発発生とかではなく、あくまでも、逆の状態異常3番で発生させれば爆発が発生するっていうイメージですね。はい、なのでこういう風にエピタフで適当にパスパス打って、まあ、どっちでもいいんですけども こんな風に爆発が発生します。さらに先ほどの爆発発生時、敵の走行値も抜くことができます。この抜く量っていうのはゲージ量によって変わってきて、 100% までゲージが溜まっていれば 100% 走行値を抜くことができます。ちょっとやってみようか。こういう風に霊気の状態、まあ火炎でもどっちでもいいんですけども、
発生させたらこのように、はい、走行中を完全に抜くことができます。ではこの爆発の威力どのようにして計算されるのかっていうとですね、先ほどゲージ量によって3番の威力が基本的に変わってくるよと、まあ、そこも影響してくるんですけれども、爆発の時はもう1個ね影響してくるものがありまして、まあ、今回の場合だったら1回冷気かけます。でその後に火炎の3番を使っていくことになるんですけれども、この時冷気の残りの硬化時間によって威力が変わってくると、つまり硬化時間が残っていれば残っているほどその時の威力、3番の爆発の威力っていうのが上がります。つまり先ほどゲージ量によって状態上の硬化時間っていうのも変わるよとご説明したと思うんですけれども、ゲージが多ければ多いほどものすごい威力を発揮すると、まあ、たださすがにね、ゲージ 100% ぐらいまでいってないと鋼の敵は対処しきれないかなといった火力なんですけれども、まあ、低レベル相手とかだったら多分1万とかポン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 出せますね。ちょっとやってみよっか。そうだな、60ぐらいのヘビーガンナーでやってみましょうか。アクシーよりも圧倒的にレベル高いんですけれども、とりあえず威力上げるためにデッドライン超えとこうか。とりあえずね、じゃあ、霊気打って火炎ワンパンいけないんじゃないかな、さすがに。いけてたね。さすがに80レベルのヘビーガンナー無理だと思うんだけど、どうですか。やっぱフォールオフが効いてるせいで外側に行けば行くほどねちょっと威力下がるんだけど、まあ内側ぐらいだったら80レベルギリギリだったかなみたいな感じだね。さあということで完成したピルトがこちらとなっております。まずはオーラからダッシュ速度が上がるやつとなっておりまして、まあ、ゲージの維持のしやすさ、ためやすさっていうところでダッシュ速度が影響してくるんですけれども、正直ここが一番迷うところだね今回のビルド何が迷うポイントなのかっていうとエネミーレーダーだね。単純にエネミーレーダー、駆け抜けながら範囲殲滅していく上でエネミーレーダーあるだけで全然変わってくるっていうところなんですけれども、ゲージのためやすさっていうところでダッシュ速度っていうところでねすごい迷うポイントだね。でここはねもう賛否両論、もう本当に個人の感覚次第かなというところですかね。個人的にはダッシュ速度を上げた方が、まあ、扱いやすいかなっていう形で、で次エクシラス枠のところはプレパレーション、開幕からエネルギーマックスの状態で戦っていけるので、ミッション開始時にすぐに4番そして2番を展開しの1番で若干ゲージをためのすぐに3番で敵を殲滅していくという戦い方ができるのでプレパレーション安定するかなといった形で、次プライムドコンティニティ FE のランク4、アンブラインテンシファイストレッチオーバーエクステンデッドストリームラインのランク4、プライムドフローナチュタレオーグメントにエナージャイズとなっております。アビリティ効率を最大まで上げつつ範囲も伸ばしつつ効果時間を維持しながらの威力が若干下がるんですけれども、正直多少下がったところって爆発時の威力っていうのは結構でかいところがあるので、まあなところですかね。まあその代わりオーグメントを入れて、まあ、後半安定しやすくするっていう感じになっております。さあというわけで今回のね、ビルドは以上となるわけなんですけれども、まあ高レベル相手っていうよりかは低レベルを周回していく、主にレリック解放、特に消滅のレリック解放でガンガン回していこうという形で、まあ近々ね天の権が始まり、そしてスペシャルバロ基地が来てね、リカットいっぱい必要になってくるというところで、今のうちにねこういうビルドを完成させといてちゃっちゃと周回してねやっていきましょうということで、以上ヤソでした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。あ、いいクロスファイアあるじゃん。エウロパのクロスファイアの感染体ってめっちゃ楽なんだよね。タイルめっちゃ少ないよ。すぐ行けんの。え、これ1分以内に行けんじゃない？ワンちゃん。Look out for reactants. The enemies are dropping reactants.
The reactant is working on your relic. Find more. Stay focused. There's a heavy unit approaching. That's it. You opened the relic. Huh, 落ちた。And we'll take a look inside. That was a juggernaut. They were lured out by the death of infested. Lay low and it should go away or amp up the fight to draw it out. I'm still detecting a lot of infestation activity. Let's clean it up. You have broken their ranks and they are on the run. 1分1。The juggernaut. I think it's crawling with infested. If it's not a Tenno, eradicated. There are void fissures in the area. Use these to crack open a relic. A fissure. Defend yourself and use reactant to open relics. Stay focused. There's a heavy unit approaching. They're dropping reactant. Use it to crack open a relic.Don't forget the reactant. あ、これいけんじゃない？え、めっちゃ早いよ。これ1分全然切れるで。40台一気にタイム縮まったな。あ、レリック解放できてないわ。